今日は100円ローソンのハンバーグ弁当が20円引きだったので、180円でゲット。1回目、ごちそうさまでした。新しいのを見つけました。とんかつ弁当。ソースにからしがついてこのクオリティ。2つ頼んでも400円。ソースをたっぷりかけていただきます。本当に日本のコンビニエンスストアは努力してると思いますね。ペロッとごちそうさまでした。皆さん、探してみてください。やっぱりおにぎりが最強かな。また食べたいです。皆さんもどうぞ。